ズは明るく照らすたっぷり TV、 皆さんこんばんは。さあ今回はドムズ小野田店にお邪魔しております、はい、がちょっとカノンちゃん、うん、はい、キングに言いたいことがあるのよ私。あ、ちょっと私も一個あります。あ、本当に、はい、多分一緒だと思うんですけど、今日 ね、もうあの日過ぎてるもんね。今日今16日信じられないよね。はい、ないですね、はい、うん、毎年あげてるね。言いたいことあるならこっち向いて上、うん、えこっち向いて、いや話がまとまってからドーンとぶつけようかなと思ったんですけど、何何何、ホワイトデーのお返し、うん、もらってない、もらってないです。その前に、うん、あんなチョコあげといてよく言うよね特に君。確かに私あんなチョコってちゃんと作ったんですよ。いや、かおりちゃんのも地味にひどかったから、うん、なんでよ。あの、かのちゃんのは派手にひどかった、派手ひどかった、かおりちゃんのは地味にひどかった、なんでよ、マジチョコにわさびばっかりでしょ、うん、なんかもうカチカチだったよな石食べてるかと思ったもん俺、石ないもん。たまにはお返しくださいよ、ほんと。わかってます、わかってます、わかってます。ということで今回こんな企画を用意しました。じゃじゃん、僕のハートをつかめ、ホワイトデー実践今夜の企画はキングのハートをつかめホワイトデー実践。以前放送したバレンタイン実践の逆で、今回は香里とカノンがキングのハートをつかむというもの。ハートを多く獲得した方が2つのプレゼントのうち好きな方を選べるという企画になっていますよ。いや本当に、うん、今回ちゃんとしたお返し、はい、プレゼントを用意しております、はい、で2つ用意してて、うん、あのハートが多い方、うん、多くゲットした方が先に選べますんで。あー、なるほどなるほど。これは本当に差が出てくるかもしれないってことだから、そうプレゼントもそうですけど、うん、僕の心を掴むっていう意味でも、はいはい、分かりました、ね、分かりました。はい、行きましょう。はい、はい今回お邪魔しているホールはドムズ小野田店。4パチ1パチ、20スロ5スロの全4レートを扱っていて、最新機種から人気機種まで幅広く設置。地元のお客さんに愛されるアットホームなお店ですよ。さあそれでは、はい、ホワイトデー実践始めたいと思いますけれども、はい、まああのね、実践しながら大当たりをゲットするのはもちろんですが、はい、僕の胸をキンキンさせた実践をしていただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。実践スタート。スタート。香里ちゃんがリアル鬼ごっこ。はい、リアル鬼ごっこ。アマデンですね、今日は3人とも。で、カノンちゃんがナデシコ。はい、そうですね、機動戦艦ナデシコ。アニメ好きなの、ナデシコは。いや、これ結構前の昔のアニメで、 あんまり見てない。でもなんかこのブリっていう、ブリブリっていうキャラは知ってました。あ、知ってんだ。はい。さあ、まず初めにチャンスが訪れたのはヤマキン。お、抱き枕モード。抱き枕モード次の保留でしょ、チャンス。よし、ギリ3連。お、ギリ3連ある。わー、すごい。キング、もう当てるんですか。おい、セリフ口調が華々しいあるよ、これ。わー、発見した、すごいなんで笑ってますキング。いや俺じゃないよ俺が笑って、あ、赤文字赤文字赤文字。すごい、すぐそんなチャンスアップ、チャンスアップ出せれるなんて。よいしょがすごいですね。あの、めちゃくそやな、めちゃくそやなほら、これすごいキング。いや、かっこいい。いっぱい出てます、女の子、すごい。頼むよ、頼むよ。いけ、よっしゃ、すごい。ギュー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 、さすがキング。かっこいい。まあ僕は大当たりゲットしましたけど、ギュー君たちはハートはゲットできてないです。え、え、できてない。ギューギュー、すごい。わー、素敵。さすがキング。全然、あの、セリフ口調の話よ心からの思いを感じない。いや、ほんと心から言ってました。ヤマキンが見事大当たり。第2ハートをつかまれる前に2人がハートをつかまないといけませんからね。いやー、エッチが終わった。わー、惜しかったですね。
でもやれることは全部やったと思うんですよ、キングの。すごい、願ったと思うし、やれることはやったと思うんで、しょうがないですよ、こういう場合は。次頑張りましょう、次。まあでもね、はい、SC 終わった時に、はい、ちゃんと慰めてくれたのはかおりちゃんだけ、かのちゃんも全く慰めてくれる、ね、見てもなかった。よし、じゃあかおりちゃんに1枚貼ってあげよう。イエーイ。ようやくハートをつかまれた様子。ただ当たっているのはヤマキンだけですからね。2人も当てないとヤマキンに何言われるか分かりませんよ。ホワイトデーにお返しとか今までもらったことあるの？彼女あるの？ホワイトデー。いや、ありますよ。ある？あります。ちゃんとしたその、なんていうの、本命としてのお返しよ。まあ、だいぶ前です。あ、もらったことあるんだ。あります、あります。その時は何をもらったの？いや、でも普通になんかお菓子だったかな。お菓子、ちょっといいやつぐらい。ちょっといいお菓子をいただいた。そうですね、でもあんまり覚えてないから。覚えてないんかい。最近はそういうことなかったんでしょうね。でしょうね。でしょうねって何ですか。カオルちゃん何もらったことあるの、ホワイトデー。聞きます。ホワイトデー、中学生の時に好きだった男の子にもらったんですよ、クマのぬいぐるみの。君にそっくりだよって。そうじゃない。そうじゃない。そっくりじゃない。クマが好きだからもらったんですよ、はい、ただそれを手切れかのように別れましたね。でそれ振られたってこと。振られた。よし、分かった。じゃあ、ハートあげよう、1個目。なんで？やったー。今、自分の身を削って話したのに。振られたエピソード。何でも前にもらったちょっといいお菓子のことを未だに言ってんだよ。やった。かわいそうでしょ。キング、違います。今日何でも前にもらったちょっといいお菓子。ちょっといいお菓子もらいました。確かにかわいそうですね。かわいそうでしょ。かわいそうじゃない。それをずっと言って。金利さん、3回目。でも保留が緑なんですよ、どうですかね。もう一個上がってほしいけどね。あー、ちょっと、あれ、あー、うわー、ダメだー。あ、でも治った。まだ続いてますよ、今。続いてる。はい。あ、これなんかさっき激アツみたい、大チャンスた。さあ、ここでカノンにもチャンス到来。大当たりさせてヤマキンのハートをつかむことができるのか。こいつが出たら大チャンスらしいです。お、大当たり。見事カノンが大当たり。もちろんヤマキンのハートも掴んだようですね。頼むぞ。よし。わあ。よし。すごい。終わってから無料で使えてね。はい。早いですね。チャンス。あるよ、あるよ。これ。小さくあるよ。はい。はい。ああ、でも熱い。でも欲しい、4つあります。まあまあ、俺発展しただけでね、結構チャンスだと思うから。ああ、ほら。びっくりした。いいですよ。今のびっくりした。今のびっくりしたアクションが可愛かったでしょ、かのちゃん。役物にびっくりした。アクション。カノンちゃん、いいですよ。ゲットしましょう。あ、すごい。あ、出た。あ、ドキドキ。赤星ドキドキ。これは来るんじゃないですか。めっちゃ押したい。まだ。はい。
だったの？いやいやいや、わかりましたよ。ある程度の出玉を確保したカノンがここで、やっぱね、あの実践中はちょっと結構喉乾いたじゃないですか。喉乾く、私結構当たったんだけど、用意しましたよ。あ、カノンちゃんが、ちょっと待って、見る見る、ちょっと待って、私は見ましたよ。何？私は見ました。何？カノンちゃん、これ自分で買ってないです。え、どういうこと？ディレクターさんに買わせに行きました。買いますよ。見たよ。そんなことしたの？してないです。自分で行かずにディレクターに買えたの？見た、見た、堀さんの分もあるんですよ。あ、本当に？ありがとう。知られてるよ。見る見る、好きなんで。知られるの早いやろ。ドリンクの差し入れでヤマキンも上機嫌。一方、香りの台はというと、あ、いやいや、まだ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 、佐藤、いや、佐藤、ちょっと面白くないですか、佐藤リズム。あ、いいんじゃない、さっき見るようだったけど、佐藤がヘロヘロだって。ライトが赤だったね。あ、すごい。いや、これは当てないと。やばい、どうする？キング、今更ですけど、私パチンコ向いてみてないみたいですね。知ってる、俺も5年前に気づいてたよ。気づいてました。香りとは正反対にカノンは絶好調。この後も連チャンを続け、すごい。香里さん、さっきの外れたんですか？外れた。あら、またスーパーなでしこもなく。お、そこが選べるようになるんだ。ヤマキンもここで大当たり。あと当たっていないのはこの人だけなのですが、大江戸モードに突入しました。いや、保留内熱いんじゃない？保留内かな。ここだ。あれ、緑なの？おー、鬼が出てきた。すごい。ほら、来るよ。はい。ほぜ。あー、たった。捕まえた。ゲッチュ。やめましたね。やったー。ちょっとハマったけど。変わったらもう一個。あ、変わらないか。ちょっと連チャンさせてよ。頑張ります。ようやく香りも大当たり。ハートをゲットした香りはすかさず。キング。はい。当たりが終わってしまったんですけど、ちょっと出玉出たんで。働かせて頑張ってください。もうビヒズ付きは結構入ったのよ。さっきので。いや、まだまだ良くないかもしれないから、これ飲んだら白鷹部を今度は、はい、キングなら大丈夫ですから頑張ってください。ありがとう、ありがとう。はい、カノンちゃんもらった。あのね、予想以上に落ち込んでる。元気ないです。元気ない。かなりショックやったみたいに、転したのが。いやでも7000円、ね、出ました。といったところで今回の実践は終了。エンディングではヤマキンからのお返しに2人とも悶絶。実践終了。
ということでね、はい、今日はキングのハートをつかめ、はい、ホワイトデー実践を行いましたが、はい、実践をしながら、うん、私山のキングのハートをどれだけつかめたのか、はい、発表したいと思います、はい、まずかのんちゃんが、はい、1,2,3,4,5,6 6ハートゲット。そしてかおりちゃんが1,2,3 3ハートゲット。ということでということで、はい、優勝はかのんちゃんでございます。ありがとうございます。ね、思うんですけど、はい、なんかもうただの出玉勝負になってません？これ当たり回数勝負みたいな。全然違います。私の方がなんかキングに、うん、なんかこう今までの思いを伝えたと思うんですよ。本当はこう思ってましたよみたいな。全然伝わってこなかった。え、じゃあ何個ぐらいあったらいいんですか？108個欲しかった。煩悩でしょ、煩悩。本当にそれ6個って。いやいや、でもびっくりともしてません。言っときますが、だって、笑ってる場合じゃないから。この半分、3個でも、準備してくれてるんでしょ。まあ一応ね、あのホワイトデーのお返しは準備しております。はい、で、これ本当にいいものなんです。そうなんですよ。ただね、どっちかというと、いい方が1個ありますんで。え、これ全然わかんない。どっちにいいのを入れてるかなっていうところ。めんどくさい。おい今めんどくさいって言ったよね。めんどくさいって言ったか。言ってない欲しいなって。欲しいな。めんど欲しいな。めんど欲しい。めんど欲しいって何ですか。毎度欲しいなみたいなね。どうする彼女。彼女どうする。どっちがいいと思います、キング。それはもう言えません。ダメですか。はい、それはダメです。じゃあこっちにします。だから緑。だからもう直感で。はい、じゃあ小林さんは赤で、私もどっちにしろ赤が良かったから。はい、はい、じゃあ今開けていいですか。いいですか、一緒に、はい、僕がもう愛情を込めてマカロン。ほら、私マカロン大好きです。これしかも1個300円するんです。マカロン高っ。これ高級マカロンです。しかも5個入ってます。5個入ってます。いろんな味が。高級マカロン、やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。お返し。私なんかね、あれもしかして。これじゃ何ですか。ねえ、なんで袋に入ってないんですか。おいしそうな、ほら食べかけた。いや違う、食べかけた。失礼な。これ絶対違う袋に入ったのを出してここに入れてますよね。え、それこれでもおいしそうすごい。おいしそうじゃん。ハート型、ハート型です。ハート型キング、そんなね。じゃあもうね、直接言えないからって。もいつもお世話になってる2人、はいね、チョコレートももらったし、はい、じゃあ僕のお返し、うん、じゃあ食べましょうか。なんで笑ってるんですか。今食べていいんですか。せっかくなんでね。はい、すぐ1個食べます。はい、じゃあどうぞ。どうかのんちゃん、マカロン、うん、美味しいでしょ。うん、それもう本当に高級マカロンですから。程よい甘さで、はい、美味しそう。めっちゃ美味しいですよ、やっぱマカロン大好きなんで。かおりちゃんのはこっち。なんで向こう食べようとこっち。恐怖で手が震えるんで。泣いてるんですか。おかしいでしょ。おかしいでしょ。お返しを、そんな。いや、だって手震えながら食べるって。なんでそんなことになるんですか。いただきます。ちゃんめっちゃ泣きそうになってる。いただきます。パグった。はい、パグった。ちょっと粉がなんか、粉がこっちに。どうかおりちゃん。これさん、どうですか。なんか唇が、唇が赤いけど、これ何。これ何。あれ、七味。え、これ唐辛子が。まあ、ということで、かおりちゃんもね、大喜びということで、はい、皆さんね、お父さんとかもあのホワイトでお返ししてない方ね、ぜひね、返してあげていただきたいと思います。ということで、今週はこの辺で、また来週会いましょう。おやすみなさい。ほら、ちょっと、クジラマジが、七味が、七味。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載。パチプレチャンネルの登録募集中。パソコンの人はここをクリックしてね。スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。パチプレイ。